ご乗車ありがとうございます。うどんタクシーのじゅんちゃんです。今日は、万能町にある山内さんに来ました。山内さんといえば、熱々冷や熱冷や冷やみたいな注文で、一番人気の冷や熱だと思うんですけど、今日は冬の今しか食べれないとっておきのメニューがあるので、それをご案内します。じゃあ行きましょう。じゃあ、うどんとそば1日で。はい、わかりました。はい、1日に。実はそんな注文ができるんですよ。そばとうどんを1個ずつ頼んだってことですか？そうそう、1玉ずつ。メニューにはないんですけどね。ありがとうございます。はい、一時ミックス。いただきます。早いわ、もうバッチリ止めるの。うどん美味しそう。はい、まとめます。なんか長い気がしてる。長いですね。長そう。大丈夫ですよ。大丈夫です。すすれます。おいしい。ちょっと今朝一で開店と同時に来たんですけど、おいしい朝一の。うん、何番目？おいしい。おそば。だしは一緒なんですね。だし、うどんのだしで食べるんですよ。へぇ、そう、これが香川のおそばです。あ、ほんか。あ、でももう7年近いよ。これやって 6.8 やつ。うん、血糖値が高まってくる。おいしい。血糖値が。私はこのおそばで、香川で育ってはないけど、香川でいるんで、すごい、これがうどん屋のそばなんですけど、一部県外の人から見たら、太いですよね、これきっと。ね、うどんみたいですね。そうそう、うどんみたいなそばなんですよ。そう、一緒に入れたんで、わかりやすいけど。そういう好みで一緒に食べてもいいし、別々で食べてもいいし。私はユータのもんやね。ユータのデーブルやろ。はい、来ました。来るよ、朝昼晩飯前に飲むだけや。私はもう飯の朝飲むだけや。さっきなんかちゃんぽんって言ってました？あ、そうそう、まあ、いろんな言い方が多分あると思うけど、そばとうどんと同じ器でちゃんぽんミックスするっていうの、ちゃんぽんって言ったりとか、ミックスとか、まあ、お店によってはアベックとかいろんな言い方があるけど、さっき大将ミックスって言ってましたね。あ、違う、ちゃんぽんって言ってましたね。まあ、どんな頼み方しても多分これやってくれると思います。そんなことないわ。ごちそうさまでした。香川のお蕎麦一回紹介したいなと思ってて、今日紹介できたんですけど、多分県外の人は、この冬しかお蕎麦やってないし、知らない人も多いと思うんですけど、蕎麦始めましたみたいながある時はぜひ食べてみてほしいと思います。けど、知ってるお蕎麦と思って食べるとまた全然別物なので、香川のお蕎麦は、うどん屋でしてるお蕎麦はこういうもんだと思って、それを楽しんでもらいたいなと思います。私今日はミックスで食べたんですけど、そういう食べ方もできるので、ぜひ
蕎麦やってる時はこれを注文してちょっと食べてもらいたいなと思います。いや美味しかったです。もう朝一の山内お本も最高です。美味しかったです。ごちそうさまでした。作るのはもう全然別物ですか？そうですね、うどんそばはやっぱ作り方違いますね。あ、作り方が違うんですか？作り方違いますね。水塩分も違いますし、水加水量も違いますし、はい、あ、おそばの方も塩入ってるんですね。ちょっとは入れてます。はい、あなるほど。うどんほんはもう全然違います。はい、はい、柔らかさもなんか見てたら違います。違う、食感も全然違うんでね。はい、結構ね、まあそばのだけこの季節だけ来る方もおられますし、ね、あ、そばが好きで。そばが好きで、そばありがたい。美味しいですもんね。はい、難しいですか、おそば作るの？そば難しいですよ。難しい、そう、うん、難しいですけど、うどん屋さんからしたらそば作るのが難しいけど、そば屋さんから出したらうどん作るの難しい。そうなんですよ。言いそう。そばね、うちは 100% 10割じゃないんで、はい、でもそれでも難しいですね。長くするのが難しい。長くするのが難しい。どうしても切れるんですよ。なかなか難しいです。おそば難しいですよね、はい、私も作ったことあるけどそうですよ、難しいです。だから10割そばとかもっと難しい。そうですよね、プツプツね、うん、切れて繋がらないです、ね、繋がらないです、ね、短いです、マカロンみたいな。だけどおそば美味しかった。あ、本当ですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。うどんタクシーチャンネルをいつもご視聴ありがとうございます。うどんタクシーチャンネルのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。